男泣きは。なんでお前がガブリエル持ってんだよこれは、僕のサブアカのサブニャンだよ。サブニャン？サブアカだからサブニャンとか、そのまんまだな。あはは、わかりやすいからいいかなと思ってさ。それで、なんで今日はサブニャンスタートなのよ。それが、今日はモンタマを弾いていこうと思うんだけど、本アカで弾く前に一回練習しておきたくてさ。が、ガチャの練習とか聞いたことないな。レベル2ってことは、一応星5は確定なのね。そうそう、中心玉集めとか一緒に行ってたからね。じゃあ、前置きはこの辺にして、早速弾いていくね。サブアカとはいえ、一発勝負だから緊張するな。さあ、何が出るかしらね。よしよし、アテナだね。ダメお持ちだし、結構使えるよな。はい、ということでここからは僕のアカウントだよ。狙いはミカエルなんだよな。うん、ウリエルはもう4体いるけど、ミカエルはまだ1体もいないんだ。中心化したミカエルはシャンバラで強いものね。そうそう、フレンドで使わせてもらって驚いたよ。とりあえず何が出ても星5なのも嬉しいよな。そうだね、爆死はないね。じゃあ、行くね。これにも確定演出ってあるのかしらね。視聴者のみんな、知ってたらコメントよろしくなんだぜ。これは、スズランだね。あれ、あんたもう持ってたんじゃない？うん、これで3体目だね。とりあえず、こいつはミカエルを引けなかったけど、みんなは一体何が当たったかな？ちなみに、アニキーとヨシさんは生声の方で引くのよね。そうだね、そちらもぜひよろしくお願いします。それでは、少し早いけど今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。